どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。後ろ見えてますかね。で、北上尾駅にやってきてます。で、今日はこの北上尾駅から歩いて5、6分の場所なんですけども、一皿110円の回転寿司のお店いっぱいあると思うんですけど、それのね、焼肉バージョンのお店が先月オープンしたということで、で、アシスタントのユッチーは今日オーディションに行ってましてですね、まあ今僕一人でカメラを回しております。で、あと今日スペシャルゲストの方とのねコラボなので、後ほどご紹介したいと思います。もう目の前にドンキホーテがありまして、この通りをずっとまっすぐ行くとお店があります。こうやってね、一人でカメラ持ってね自撮りするのって最近全然やってなかったんで、なんか新鮮ですねそしてお店見えてきました。こちらでございます。回転レーン焼肉一刀さんにやってきました。ということで店内入ってきまして、先ほどお話ししたスペシャルゲストの方、こちらでございます。こんにちは、ハイジーです。よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。ご無沙汰でございますかね、はいはい、いやもうご無沙汰ですよ。もう1週間ぐらい空いてますから。それでもご無沙汰になっちゃう。ご無沙汰です。僕も寂しがり屋だな、毎日見てますけどね。今日はあの回転レーン焼肉一刀さん、はい、ここが、回転レーン上段と下段があります。あります。さっきの上段と下段。そうですね、はい。でここにお皿やポン酢などがありますので、で、あらかたセッティングも完了いたしましたので、いいですね。いいですね、うん、高精細というか、なんか色合いがいい、うん、ランキングもあるから分かりやすいですね。本当ですね、うん、10円、本当ですね。あれ、来た。あ、早っ。取りますよ。こちら見てください。うわっ、どんどん成長がすごい早い。一気に白菜キムチが乾きましたね。はい、マスカルビ110円の、はい、はい、かなり気になる。でもタレもちょっとかかってる感じでですね。ね、いや、いいですよ。ここ初めてなんでちょっと火加減とか見とかないと。はい。こっちは甘口のタレ。カツオだし効いてるの。で、ハイジさんと2枚です。これちょんつけまして、これ110円でいいんですか。美味しいですよ、うん、見るからに美味しそうでしたけど、うん、うまいですね甘い油の甘みと予想以上だったな。うん、で早速もうちょっとタンやっちゃおうかな。なかなかの味だ。うわ、いいですね。いいですね。で、一緒にちょっともニンニクも免疫力をね。もう仕上がってる。結構火力強いですねこれ。ああ、おー、いい感じ、いい感じ。はい、ハイジーさん、ちょっとこっち食べてもらいたいな。美味しいやつ。ハイジーさん、これあの厚切りタンなんで、はい、表面カリカリに焼いて、はい、中ジュワーがいいんですよ。そんな技持ってますか。これカリジュワって僕の中で言ってまして。カリジュワいけます、はい、これが美味しいんですよ、これ厚切りタンは。で、ちょっとトング変えまして、焼き上がり用のトングで、こちらで焼き上がりトングで。あー、こっちの方がハイジーさんいい焼き具合なんで、焼き方大丈夫かな。カリジュワ、カリジュワ、カリジュワ。ああ、よかった。ハイジーさんとコラボする側は心臓バクバクですよこれ。いや、特に焼肉だと焼きを間違えれないんで。いや、僕適当ですから。いやうまい。決まってください。おっ、うん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 、で、まあ今更なんですけど、生肉用のトングと焼いた後のトング、これちょっと分けてやってますから、そこら辺はちょっと英語あのご安心くださいと。いい色だ。そうですね。うわ、いい色。やっぱり焦がさないことがね、一番大事ですからね。そうですね。うん、あららら。これもうなんか
けど来てますよ、ね、来てますね。これもいいんじゃないですか。和牛の焼肉さんみたいなクオリティですよ。塩でいく、さすが。優勝です。出ました、優勝。優勝です。これ舌触りが違いますね。で、舌の上に塩を乗せて、あ、一回ピリッとさせて、なるほど、フェイクかましました、はいはい、舌に今からしょっぱいの来るよっていう、ごまかしてからの和牛の甘みの広がり方で、はいはい、余計甘くなるみたいな。舌に対して自分でドッキリ仕掛けましたけどもね。うまいですね。振り幅作ってからのこの甘さ、やっぱ塩が加わることで油の甘み、うまみがより引き立ちますよね。引き立つ、うまい。いや、これはチャンネル登録よろしくね。めちゃめちゃいい。あ、おお、あ、なるほど、そうなってんのだ。こういうことだったんだ。じゃあ最初も下から、切れ目が入ってる方を下にして、もうで、あとハイジーさんと僕焼肉も本当久々なんで。久々ですね、はい、本当に。いや、嬉しいです、嬉しいですよ、ここね。お、そうそうそう、おいおいおい、口に入ってすぐうーが出るぐらい歯ごたえがね、こう厚切りなんで、はい、うん、すごい楽しめますし、やっぱ肉汁が普通の厚さのロースと比べたらもう 2,3 倍ぐらい出てきますんで。あら、肉汁量半端じゃないですね。気分良くなりますね、うますぎて。気分良くなる。どんなにジメジメしてる気分の時でもこれ食べたらカラッと心が晴れる、うん、ダイヤモンドだけに。ハイさん、ハイさん、見ました、ハイさん、わかります、僕手震えてるのに。あ、震えてますね。じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、本当待ってましたって感じですね。ようやく出てきたなっていう、出てきちゃった、うん、待ってたやつが、うん、やっぱり一皿110円のカルビも美味しかったんですけど、はい、申し訳ないですけど、まあ、振りだったなっていう感じですね。そんなにこれのためにあったんだっていう。なるほど、鳥、うん、を飾ってくれる。いや、もう、まあ、もちろん110円のカルビも美味しかったんですけど、うん、それで完結でも全然いいレベルなんですけど、うん、せっかくね、やっぱ来たんで、やっぱこれはあ、いいですね、塩。じゃあこれシャトーブリアンってめったに食べないですか。僕、うん、人生で2回目ぐらいかな、もしかしたら。あ、本当ですか。はい、あー、そうだった、これだったっていう。超希少部位ですからね。ですよね、はい、厚切りなのに、その厚切りなものを食べてる感じもないくらい、うん、ふわっと全体包んでいくみたいな感じが、うん、シャトー感からブリアン感、両方出てますね。おー、翼くんとヒューガくん、両方の個性持ってるみたいな。おお肉ですよね。あ、プツが来たか。スイーツのシーンはハイジー名作劇場の方でご覧ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。突然家のシーンになっちゃって申し訳ないんですけれども、まあ、さっき帰ってきまして、まあ、やっぱね、久々にハイジーさんとお会いしてるんで、もうね、いろんな話すことがたくさん実はあって、最後ね、なんかエンディング的なのをね、取り忘れてしまって、で今カメラを回してると、まあそういった感じでございます。まあ、改めて今回ご紹介した回転レーン焼肉一頭さん、一番安くても110円のカルビのお肉があったんですけど、まあ正直最初はほんとそれなりなのかなって思ってました。まあこれはハイジーさんの方のチャンネルでも話したんですけど、ただ食べてみたら全然そんなことなかったので、お肉は本当に美味しかったです。あの価格帯であのクオリティだったらすごくいいんじゃないかなと思いましたし、でいろいろお肉を食べてって、最後はお肉の王様シャトーブリアンをいただくという、ファミリー層向け客単価の安い焼肉屋さんにもかかわらず和牛やシャトーブリアンを置いてるっていうのが他の焼肉屋さんってなかなかないと思ったんで、まあ、家族で食べに行って、お父さんお母さん
だけはちょっといいお肉を楽しめるというか、リーズナブルなお肉から大人のお肉というか、こういろいろ楽しめるのも良かったんじゃないかなと。でお肉が乗ってたお皿も一皿100円とかの回転寿司のお皿と同じような感じだったんで、感覚的にはもうほんと回転寿司に来たような、まあ、だけど焼肉屋さんという。で店員さんとの接触もほとんどなかったので、全く新しい焼肉屋さんだったんじゃないかなと。でお店の場所が埼玉県上尾市の北上尾駅東口出て歩いて 4,5 分の場所にあります。駐車場もありましたので、行ける方は車の方が楽なのかなと思います。で、あとはハイジーさんのチャンネルの方もぜひチェックしてみてください。そして今回のコメント紹介でございます。渡部学さん、ワッキーさんたちの動画はすぐ新しいのを見てる、撮影頑張ってください。どんなグルメ番組よりも好きです。しかもワッキーさん、俺の兄貴と同じ名前です。縁を感じる。先輩が後輩におごる。芸人さんとか俳優さんとかのテレビ関係もありますよね。人気 YouTuber も芸能界の人間ですからね、まあ、僕は芸能とは思ってないんですけども、ワッキーさんたちも素人からしたらもう芸能界ですよと。個人経営の芸能クリエイターですわ。良い番組です。全て編集撮影タレント役、全て自社でやる感じですよというコメントをいただきました。まあ、僕はこれ嬉しかったのが、これどんなグルメ番組よりも好きですっていうコメントが、まあ、日々ねいろんなお店伺って撮影の許可とか取れたら、まあ、撮らせてもらってるんですけど、やっぱり皆さんあってのねあのチャンネルですので、渡部学さんありがとうございます。こんな感じでコメントを毎回紹介しております。コメント、それから高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしく。そして、今回のハイジーさん、まあ、世間がもう少し落ち着いたらですけど、ハイジーさんとグルメ旅行も今計画してますので、まあ、場所はねまだどこ行くかとか決めてないんですけど、そういったもののリクエストもね、もし皆さんありましたら、コメントいただけるとありがたいです。それではまたね。